芝浦のハンマーナイフモア FE601、ナイフモアのクラッチはここを入れると、動きますんで、ここを、こっちに、これ、ここの、操作部分を入れながら、ここを操作してもらうと、カチャンって入りますので、後ほど今、テストしますので、一応説明だけ、この新品のゴムマット、で、爪全部新品。簡易的に状態良かったんで塗装しました。で、まあオリジナルの配色にして、こういうリコイルのところも塗装して、マフラーも塗装して、キャブレターも掃除してあります。で、これが燃料コック、これが詰まってると燃料このホースも取っ替えたんですけど、燃料いかなくなるんで、燃料いかなくてかかんない場合は。この燃料コックからタンクからガソリン落ちてきてないってことなんで、もしかかんなくなった際はそこを疑ってもらえれば、一応これからテストしますんで、はい、持ってで、はいはい、指邪魔すっとあるよね、はいはい、うん、まず届いた時点で燃料コック閉まってるんで開けてもらって、まあ 3,4 秒待ってもらってスイッチをここ上が始動スイッチなんで、下が停止スイッチ、上にしてもらって、で、これをチョークを閉じてもらって、ここをリコイルを引くと。で、戻すと。作業するときはアクセル全開で使ってください。アクセル全開です。で、これが仮高さ調整なんで、こうすると低くなりますから、なりましたよね。で、運搬するときはトラックでアルミブリッジかけて運搬するときはできるだけ燃料コックを閉じて
アクセルをかけて、まあ、キャブの中網を空にしてください。ここを空にしてやると、サイドクラッチです。右に曲がるときです。これが左。もうそろそろエンジン停止しますので、こんな感じで燃料コックと閉じてエンジンかけっぱなしにすると自然とキャブの中綺麗になるんで、こういう止め方すればもうキャブレター大丈夫ですんで、長期間使わないときはこういう止め方してもらえれば、抜くとこもついてるんですけど、このやり方が一番早いです、間違いないんで。キャブレターの油抜くためには下のプラスネジ緩ませないと抜けないんで、こうすればきれいにキャブの中きれいになるんで、あとできるだけ使わない間はガソリン腐ってしまいますんで、ガソリン抜いてもらって、使うときに新鮮なガソリン入れてもらえれば、機械に悪くならないので、入れっぱなしだとどうしてもガソリン腐ってしまいますんで、容量 4.8 リッターも入るんで、入れっぱなしで一冬を置いたりとか、使わない期間1年間あったりすると悪いガソリンが流れてキャブレター詰まりますんで、注意してください。一応こういう状態で送れば間違いないので、荷下ろししてからエンジンかけてみてください。よろしくです。